はい、ロックハウス池辺丸山です。今回、ご紹介いたしますのがこちら、LINE6 の、3つありますけど、これ全部合わせてドリームリグと HOTHD500 っていうですね、この、マルチエフェクター、アンプシミュレーターの入ったマルチエフェクターですけれども、これを、軸にしつつ、こちらアンプですね、LINE6 の DT、これ50というコンボアンプになりますけれども、こちらとギターですね、LINE6 の、ジェイムス・タイラー・バリアックス JTV こちら 69S というモデルですけれども、この、3つをですね、それぞれ、LINE6 のモデリング技術を、活用した、一個一個がね非常に素晴らしい商品にはなっておりますけれども、この3つを連動させて、かつそれぞれの、持っているポテンシャルですね、能力を最大限に引き出す組み合わせになっております。例えば、この HOTHD500 の中のエフェクトやアンプのモデリングですね、それからこの DT50 の、パンプの駆動であったりとかチャンネル、それからこの、JTV バリアックスですね、こちらのギターのモデリングなんかをですね、ワンアクションで一発で、全て変えてしまうと、そういうようなことがですねできてしまうと。だから例えば、ステージ上でこうレスポールとマーシャルの組み合わせから急に、ストラトとフェンダーアンプの組み合わせに変えることっていうのはほぼ難しいというかですね、非常に不可能に近いんですけれども、このドリームリグを使うことでそれが可能になってしまうと、そういうような、セットっていうかですね、製品になっております。ちょっとですね、試しにちょっとこうどんな感じかというのをですね、少しちょっと音を出していきますけれども、まずこのつなぎ方なんですけれども、このポッド HD500 にはですね、このバリアックスと接続するための、バリアックスのこの、バリアックスって書いてあるとこですね、ですね、このバリアックスって書いてあるところから、専用のこの、接続ケーブルで、ギターと接続します。で、同じようにこの HOTHD500 のこの L6 リンクというところですね、この L6 リンクというところから同じように専用のケーブルで、アンプと接続します。で、このことによってアンプと、このポッド HT500 と、バリアックスギターが、完全に今連動して動く状態になっている、そういう感じですね。ではですね、試しにというかですね、最初の状態でですね、普通に、マーシャル系のアンプとこれはストラトの組み合わせの音になってます。こんな感じですね。これシャキシャキした音が今出てますけれども、そこからレスポールの音にすぐに切り替えてみます。でちなみにアンプは今、ブリティッシュ、ボックス系の音ですねに、切り替わってますけれども、先ほどの、ストラトとマーシャル風の音から、レスポールとボックスの組み合わせですね。でさらに、このバリアックスにはアコギのモデリングも入ってますので、そちらに瞬時に切り替えることもワンアクションで可能です。今こう簡単に3つ音を出してきましたけれども、これだけでもですね、このドリームリグの威力といいますかですね、素晴らしさをお分かりいただけると思うんですけれども、もちろんそれぞれに入っている機能ですね、このポッド HT500 のいろんなエフェクターとかアンプのモデリングとして、この JTV の中に入っているギターのいろんなギターのモデリングですね、それらをこう全てこのフットスイッチのワンアクションで切り替えることができるので、こう先ほど言ったようにステージ上でそのギターの持ち替えとかアンプの切り替えとかですね、っていうのの代わりだけじゃなくて、普通に例えば
こう憧れのアーティストのあのギタリストのあの音を出したいという時に、この組み合わせがあればほぼ一発でですね、その音が出せちゃうと。まあ、もちろんそのあまりマニアックなギターだとね、こちらがモデリングされてなかったりするとできなかったりする場合もありますけれども、まあ、ほとんどの、憧れをですね、こういっぺんに、叶えてしまうっていうですね、非常に、まあ、そういう意味でドリームリグという夢のね、組み合わせというふうに、名付けられております。こちらもですね、ロックハウス店頭にてですね、いつでもお試しできるようにご用意しておりますので、ぜひですね、お店の方に来ていただいて、このドリームリグの素晴らしさをですね、ぜひ体感していただきたいと思います。